はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。毎日10分のショートレクチャーでメンタルについて学びましょう。精神科医が心の病気について解説するチャンネルです。はい、今日はですね、ヤングケアラーについてちょっとお話ししようかなと思います。で、この動画の内容は概要欄の方にですね、テキストでまとめてますので、時間がない方はそちらの方をご参考ください。ではですね、ヤングケアラーについて語ろうかなと思います。これ、最近ですね、この動画撮ってる、まあ、ちょっと2、3日前にですね、このヤングケアラーについて、なんかニュース記事が載ってたんですよね。で、ヤングケアラーって何かっていうとですね、学校、通学中の子ですね、が家族の世話をしている。で、満足にその勉強ができないとか、その困ってるっていうことをヤングケアラーって言うんですけれど、簡単に言うとね。で、家族の世話っていうのが、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか高齢者の世話、介護だったり、家族の中に障害者がいる場合はですね、精神とか普通の病気の障害者がいる場合、そちらのですね、世話とかでですね、なかなかこう、通学はしてるんだけど、宿題する時間がないとか、そういう人たちのことを指すようです。はい。で、この大体ですね、ニュースとかで見るとクラスに、17人に1人とか言ってましたね。大体 5、6% ぐらいいるとか書いてました。で、 5、6% っていうと多いのか少ないのかってどう思いますか？皆さんは分かんないですけど、まあ僕としてはまあそうだろうなと思いましたね。だから精神科の患者さんって人口のまあ1から2、3% ぐらいいるので、まあそれにプラス高齢者とか合わせると 5、6% 身内にはいるだろうなとか思ったりはしましたね。もうちょっと行ってもいいんじゃないかなって気はしますね。はい。で、まあどうしてこの動画を撮ろうかと思ったかというとですね、まあこの言葉を知ってほしかったっていうのと、この言葉を知ることで、まあ自分たちがどうだったかっていうことを知ってもらいたかったからなんですよね。で、名付けるって結構大事で、名付けられないと人って認識できないので、あ、自分は今ヤングケアラーなんだとか、自分はかつてヤングケアラーだったんだなって分かるっていうのは結構重要な気づきであり、まあ学びなんですよね。まあ精神科の患者さんは元ヤングケアラーの人はたくさんいます。で、現在進行形でヤングケアラーなところもいっぱいありますね。はい。で、まあこれだけここまで聞くとですね、いや、子供が親の世話、家族の協力をする、だから兄弟の世話をするとか、じいちゃんばあちゃんの世話をするなんて当たり前だろうとか、そう思う方もたくさんいると思いますね。まあたくさんというか、この動画見てる人はそんなにいないかもしれないですけど、世間にはいっぱいいると思います。でも、やっぱりそれは結構問題なんですよね。で、やっぱり社会へ出られなくて、で、自己肯定感がすごく損なわれちゃう、高まる機会がない、逆にですね、下がっちゃう人ってすごく多いんですよね、このヤングケアラーで。で、高校卒業後、まあ、なんとなくこの家族とかの世話をして、なかなか次のステップに行けないとか、結構あります。例えば中学高校で不登校だから、不登校になっちゃって、学校でうまくいかない不登校になって、お前学校行かないんだったら、じゃあ家族の世話でもしとけ、みたいなことになったりとか、うつになっちゃって、仕事でうつになっちゃって、自宅で休んでる時に、もう休んでるんだったら家族の世話をしろとか、そうやって次のそのステップに行きにくい人っていうのはたくさんいますね。で、その結果なんか自分はこういうことしかできないのかなとか思っている人たちっていうのはたくさんいるなと思います。臨床的にはよく見ますね。はい。で、どうしたらいいんですかっていうことなんですけど、まあ子供の場合は児童相談所にまあ相談する。まあ本人がやってもいいと思うんです。児童相談所に相談するっていうのは大事です。ただ児童相談所もやっぱ限りがあるんですね。支援は限定的なんですよ。だからどうしたらいいんですかって言って迷うことはたくさんありますね。で、支援は限定的なので、まあヤングケアラーに対する法律をとか、助け舟を出すことをいっぱいしましょうということを、今ニュースというか議論されてるような感じでしたね。で、議論されてるってことはニュースになってましたね。はい。ということです。で、まあ難しいんだよね。例えば子供だったら児童相談所があるけども、大人の場合はどうしたいんですかとかあります。
まあ、この場合はですね、まあ、もう一回主治医とかに相談ですね。主治医に相談する。で、家族の世話の場合は家族の主治医によく相談するっていうのも大事ですね。その障害者の主治医にね。でも結構難しくて、次なんですけど、高齢者の問題っていうのがやっぱあって、今高齢者すごい増えていて、医療費がすごい上がっているので、なので入院せずに自宅で見ようっていう形になってるんですよね。介護にしようと。そうすると、ますますこの人たちは増えるんですよね。だから、昔だったら、まあ、ある程度、ね、入院してた、まあ、もう、いいのか悪いのかあれですけど、漫然と入院していた人たちが自宅に帰ってくることで、結局、彼らの世話を子供たちがしなきゃいけない状態になってるとか、あと、精神科の病床も減らそうという動きがあって、できるだけこう、家で見ようってことなんで、なってるんですね。だから、医療費が爆上がりしてるんで、自宅で見れるような形にしようっていうのも、わかるんだけど、やっぱりそうなるとこういう人たちが増えてやるということですね。いや、まあね、なかなか難しいんだよね。じゃあ支援を増やせばいいのかっていうと、まあ、どうなんだ。そしたら支援が増えたらまた こっちの、この医療費がね、上がらない代わりにこっちが上がるだろうという感じもしますけど、なんかまあ、うん、まあそういうのはあります。はい。あとはですね、自分から言えない人っていうのもあるんですね。例えば発達障害の自閉スペクトラム症 ASD の受動型の人の場合はですね、困ってるけど困ってることを言い出せなかったりするので、隠れたですね、問題も結構あるなと思いますね。だからこういういろいろこういう問題が起きてもうズタボロになってうちに来た時には、でも元々の原子疾患として ASD の受動型があって、でなかなか社会に出る難しさがあるというか、こっちの問題があるからね、だからなんか妙に逆に共依存的に見えたりとかすることも、ありますね。はい。まあいずれにせよ、そのすごい難しい、話題ですね。この話題は、難しいんですけど、まあ名付けるってことは結構重要だと思いますね。名付けることで問題を認識できるし、これによって、この言葉を知るだけでですね、心が軽くなる患者さんもいると思います。ので、今回はですね、ヤングケアラーについてちょっとご紹介してみました。はい。では、以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、おびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。じゃあまた。